Ruby on Rails, Ruby on Rails, Ruby on Rails はオープンソースの Web アプリケーションフレームワークである。ロー、または単に Rails と呼ばれる。その何も示されているように Ruby で書かれている。またモデルビューコントローラー、MVC アーキテクチャに基づいて構築されている。r アプリケーションの開発を他のフレームワークより少ないコードで簡単に開発できるよう考慮し設計されている。 レイルズの公式なパッケージは Ruby のライブラリーやアプリケーションの流通ルーである RubyGems により配布されている。レイルズの基本理念は同じことを繰り返さないドライ、Don't Repeat Yourself と設定より規約、コック、コンベンションオーバーコンフィギュレーションである。同じことを繰り返さないというのは定義などの作業は一回だけで済ませろとの意味である。設定よりも 規約とは、慎重に設計された規約、コンベンションに従うことにより、設定、コンフィギュレーションを不要にする、あるいは軽減するということである。Rails は、フルスタックのフレームワークであり、コンポーネントの統合は、手動での設定を必要とせず自動で規約にいい、行われる。例えば、Ruby on Rails に、組み込みのオームライブラリーである Activity c o d では、クラス定義において、 データベースから読み取るべき属性名等を指定する必要はない。アクティビリコードは RDBMS の表定義から自動的にその情報を取得する。したがってプログラムと RDBMS の両方にそれを定義するというような冗長な作業を行う必要はない。ルビオン・ネイルズはデンマークのプログラマであるデイビッド・ハイネマイヤー・ハンソンにより プロジェクト管理ツールベースキャンプの開発に用いられた知見やコードを抽出し一般化することにより作成された。2004年の登場以後、Ruby on ルズのコンセプトは他のフレームワークにも大きな影響を与えている。Ruby on ルズの影響を受けたフレームワークとしては PHP の k k フッ p や Sync42 ーー、Parl の c a t a l グ s t ビ r y の Grails、 ノード、JS のヨーマンといったものがある。レイルズ上の MVC アーキテクチャは次の通りである。アクションパックは、この中のビューとコントローラーのことを指している。データベース駆動の MVC ウェブアプリケーションでは、モデルは RDBMS のテーブルを表すクラスを意味する。レイルズでは、アクティブレコードを通じて、モデルクラスを扱う。通常プログラマは、アクティブレコード。 ベースクラスのサブクラスを作る必要がある。そうすることで RDBMS のどのテーブルを使うべきか、どういったカラムを持つべきかを自動的に決定してくれる。MVC ではビューは表示のためのロジックであり、コントローラクラスからのデータをどのように表示するかを規定している。Web アプリケーションでは HTML 内に若干のコードを埋め込むことで見される。MVC では コントローラーは、Rails のアクションパックには含まれるアプリケーションコントローラクラスによって扱われる。Web ベース MVC アプリケーションでは、Web ブラウザを操作するユーザーによりコントローラのメソッドが起動される。MARV と ARV の造語とは、2008年12月23日に r u b ン on Rails 3.0のリリースの一環として、Rails Web フレームワークに統合された。 web アプリケーションフレームワークである。MARV のプロジェクトは Ruby on Rails のコントローラースタックにおけるクリーンルーム実装として始められたが、Rails の精神や方法論から派生した数あるアイデアを組み込むまでに成長した。MARV はコンポーネントにモジュール性を持ち、伸長性のある API デザインや垂直、スケーラビリティを有している。MARV は Rails 以上に フレキシブルで処理が早いフレームワークにしようと考えられていた。2008年12月23日、Rails3 にこれらの機能のほとんどを組み込むことが発表された。モデル、ビュー、コントローラーアーキテクチャのコントローラーレイヤーのみを適切に内包するが Web アプリケーションフレームワーク全体で一斉に動作する技術のより大規模なスイートの目の統合ポイントを提供している。 レイルズとの統合の主なトピックは Web サーバインターフェース、MVC モデルレイヤー、MVC ビューレイヤー、最後にコントローラーエクステンションとアドオンある。また、規定のアプリケーションスタックは、モデルレイヤーでは、ビューレイヤーでは、ERB、Web サーバレイヤーではとマングレルをそれぞれ組み込んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。